アルミとアルイエの昼過ぎ V モンキー。伊藤史郎の歴史を知ろう。さあ始まりました伊藤史郎の歴史をし、ん、あ、違うか、あ、違う、すみません、たるみとはるえの昼過ぎ V モンキー。盛大に違いましたね、今回も。間違えたの、間違えました、すいません、間違えました。たるみとはるえの昼過ぎ V モンキーということで、はいはい、私がホープマンズのたるみ、ありがてえと、そして、はい、新さんのトップバッター、あ、新さんのピンチ新さんのピンチヒッターに参りました、ファイティングボーマーの片倉スマイルコーポレーションと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、引き続き、すいません、はい、先週に引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。はい、新さんのトップバッターでございます。でもそうかもしれない。確かに新が野球チームを作るってなって、一番打者は片倉行けって言うと思うわ。確かに、まずお前がちょっともうやってこいと、やってこいって言うと思うわ。確かに、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、引き続き、はい。先週はもうあっという間に終わっちゃいまして、ほんとあっという間でした ね、 ねあっという間劇場でしたね、本当に。あれ、あっという間劇場、あっという間劇場ですね、これ。それ何マジで、これ知らないですか、これ。これ一回ね、俺らがその休憩の間に今ちょっと揃って言われたんだけどさ、はい、言わないですか、 NHK のあっという間劇場って知らないですか。全然わかんない。知ってる、高橋さん。の団子三兄弟と同じ並びでやってた、うん、あっという間、あっという間、あっという間劇場。知らないですか。あっという間劇場知らないですか。あれ、ちょっと待って、あのなんかさ、線と線、あの線とかで作るやつ。違うか。違います。違った。あっという間劇場なんで、あっという間なんですよ。あ、そうなんだ。そう、マジであっという間のショート尺のやつがちょっと終わる。へえ、いいですね。そこ見やすくて見てたんですよね。あ、いいね。全然あっという間劇場、あと耳がずっと残ってですね。僕が年齢が33歳で、はい、片倉君も今30歳。30歳、今年30歳。結構いろいろと近いんよね。ジェネレーションギャップみたいなのないですね。ないよね、はい。何にハマってたん、学生時代。学生時代は、まあ、僕は、まあ、スマッシュブラザーズデラックス。ゲームキューブの。ゲームキューブだ、はい、ゲームキューブのデラックスと、まあ、あと、まあ、遊戯王。あ、遊戯王じゃない。デュエルマスターズかな。デュエルマスターズ派だった。さあ、ちょうどドルバロムとか出てきただけ。まあ、で、スーパー、スマッシュブラザーズむちゃくちゃやってました。あと、モンスターハンターかな、セカンドくらいかですかね。あ、なるほどね。何くらいですかね。その青春時代の過渡期はって感じ。あれは音楽とかは誰聞いてきた。初めて買った CD が、あの、エブリトルシングのグリップですかね。あの、犬夜叉のオープニングのやつですかね。いや、もう、いや、もう、この感じっすよね。全然、いや、すげえな、世代だな。いや、めちゃくちゃこんな感じ。犬夜叉ね。犬夜叉のオープニングのやつですからね。いいね。グリップとかを買いましたがね、初めて買ったのは、そう。まだ MD で聞いてましたし、ね。うわコンポでね。そう、MD で聞いてました、こういう正方形のやつ、ね。うわ、懐かしい。MD プレイヤーで聞いてましたね、僕は。ケンウントとか、いろいろとみんなね。ああ、そうそう、そうなんですよ。めちゃくちゃっていっぱい持って。買ったー。細いシールでここにエブリリトルスイングベストとか書いて。うわーちっちゃい字で書く。え、高橋は MD 知らないでしょ。ああ。すごかったよね。重たいんすよ、あれが。ちょっとね、ずっと持ってたんですね。ね。いっぱいかさばるし。そう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 。え、CD?なんでさ、CD が残って MD が消えたんだろうね。なんでなんでしょうね。なんか、でも焼くのが大変だったってことなんですかね。焼かなきゃいけないからか。そうですね。一回焼いて、僕、頑張って親父と一緒に焼いてましたけどね。何時間もかけて。そのでも確かに CD を買って MD に焼くっていう行為がめんどくさいもんね。意味わかんないですよね。意味わかんない、ね。ディスクからディスクへで、うん。別に CD でいいやんってなっちゃう。確かに、それはそうだよな。その後もすぐ iPod が出て、ウォークマンが出てきてみたいなもんとこになったら、ね、MD は本当狭間のあれだったかもしれないですね。うわぁ、なんか世代感じるなぁ。いいね。初めて買った CD は何ですか？いや、俺ね、確かね、玉置浩二の田園だって聞いた。ちょっと待ってください。細長いさ、CD。細長い CD の、田園だった気がするんだけどな。なんか、そんな世代違いますか？ぐっ上じゃないですか。いや、なんかね、好きだったんよ。で、ドラマがやってたの、コーチっていうフジテレビのドラマで、玉置浩二さんが主演の、
あの、サバ缶工場のドラマがあって。おもろそう。月9だったかな、それが。月9でサバ缶。それの田園がテーマ曲で、それで買った気すんだよな。でもそっから意識して買い始めたのは、もう本当に今でも、ついこの間もライブ行った、ジャパハリネットっていう、四国の方のバンドがあって、その CD だったかな。玉置浩二の田園からジャパリネット、だいぶあれだいぶ行ってる、だいぶ行ってる。全然、やばいっすよ、田園も。いや、だいぶなんかね、いろいろとなんかあったんだろうね、自分の中で。あれは漫画とかは？ああ、漫画はだから、まあ、鋼の錬金術師とかですかね。ごめんなさいね、今日皆さん。本当に。鋼ですかね。よかったね。いいところで完結してくれたんで、やっぱ、ぐちゃぐちゃさせずみたいな。絵も綺麗でしたし、当時はやっぱすごくて、やっぱその連載中にその荒川ひろむさんが女性だっていうことが分かって。びっくりしたね。で、すげえってなったよね。すげえってなって、そんでまあいつ終わるんだってなっても、ここじゃないかって時にパシッと終わって。綺麗にね。なんちゅういいの終わり方もめっちゃよかったしね。読んでましたよね。ああ、やっぱ、荒川さんの人多分モテるね。モテる。あんだけ綺麗にやってんだから。うまいもの運びが。物語の運びも上手でしたね。うまいよね。多分あれを男性を踊らされちゃうよ。あの、やっぱウィンリーね。最後ウィンリー。うわー、もうね。絶対見てほしいみんな。うん、俺、あの後に出た何本かあるけど、俺、銀のサジ大好きだった。あーさ、銀のサジも。ねえ、まあ。まだ最後まで読めたんですけど、年はめっちゃおもろかったっすね、やっぱ。やっぱ。いいよね。目の付けどころシャープっすよね。ね。マジで。いいよね。本当に、なんつんでしょうって感じですね。なんかいい。シーンとは全然違うから、もう楽しいわ。何ですか？さっきの格闘技の話とにさ。まあ、趣味がね。なかなか合わないっちゃ合わないからさ。いや、ここはね、もうやっぱいろいろと映画館があってね、あの女子高生とかがいっぱい通って、はい、結構こっち見てくれるんですよ。はい、毎回手振ると、あの手振ってくれたり、はい、あの、会釈してくれたりするんだけどね、楽しいです。おじさんがダラダラと。ダラダラおじさんのロケが入りまして。ダラダラおじさんのロケが入りまして。ありがとうございます。いやー、嬉しいね。なんかもういろいろと喋ってきましたけども、はい、先週に引き続き、はい、今回もしんくんがお休みということで。しんさん大丈夫ですかね？いや、大丈夫じゃないですか？山の時はね。山の中で漫才修行してるみたいな。ちょっと先週のさ、はい、あこの手紙ね、はい、シンが送ってくれた、はい、あ、本当ね、中国の M1 で漫才修行に来てると。はい、あなるほどね。さぞかし M12 回戦絶対受かるんでしょう。ねえ。最悪。土曜日ですかね。はいはいはい。頑張ってほしい。片倉くんは？そうですね。M1 っていう大会が多分あったっぽいんですけれども。はいはいはい、はい。そうですね。僕の相方がですね、このシダックスカルチャーホールっていう、まあ、1回戦の一番多いね。渋谷でね。渋谷の会場でですね。そう、空白の4秒間を生んでしまいましたね。え？本当に、なるほど。本当に一番大切なツッコミが、そう、こう、おいおいなんとかなんとかって言わなきゃいけないですけど、もう本当に人ってこういう言葉出るんだな、みたいな、ほら、字幕で丸×三角。はいはい、こんにゃこんにゃこんにゃみたいな。おいうらうらうらお前あ、ほら、こんにゃ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 って。ツッコミが、その、霧になって、シダックスカルタホールに、こう、降り注いでいくのが僕は見えて。ああ、ドラゴンボールの願い叶えた後の弾が、ファーンと散ってくような。僕も拾いようがなくて。で、僕ももう、コント入っちゃってたんで、その漫才コントの中に入っちゃってて、降りれて、お前なんて言ってんだよとかも言えず。言えず。もうで、僕の相方がネタ飛ばすのももう、ほんと1年に1、2回あるかないかぐらいなんですよね。やっぱそれぐらいの緊張をね、来るんだよね、あそこは。でもほんと、アホみたいに終わった後。まあでも、まあ多分、バレてないっしょ、飛ばしたのとか言ってたけど、よく考えてみたんですけど、家帰って。いや、4秒で、4秒その無の空間あって、バレてねえわ、ね。なかったら審査員の耳おかしいってつって、ってもう今年の今終わっちゃったんでね、まだ来年頑張りましょうとか、空白の4秒っていうね、はい、ワンピースで言うと空白の100年だっけ、はい、あるじゃない。やっぱ空白って素敵。
うん、やっぱちゃんと今笑いが起きた、その空白のヤンカーのおかげで。いい思い出ができた。ありがとうございます。やっぱ空白って素敵だ。全部締め出てよかったね。あ、よかった、出てよかった。そういう意味ではそういう大会があったみたいな、ね、よっしゃ、じゃあちょっと一回 CM いっとこう、はい、どうぞ。お願いします。趣味は献血、春家です。エルスギ V モンキー。そういえば片倉さん、ありがとうございます、はい、さあということですね、はい、先週聞いていただいた、皆様、はい、いるのかな。そんな寂しいこと言わんでください。いますって。いるか、絶対コアなファンいます。いるか、マジで。まあいてくれるか、はい、まあ信じてね、はい、その片倉くんが、はい、なんと、はい、いろいろと特技があって、はい、その料理が得意だということで、まずはそうなんですよね。ちょっとそれを聞いていこうかなと思って、はい、まずこの料理が得意っていうのも僕、まあ、ちょっと天才みたいになって嫌なんですけど、僕気づいてなかったんですよ、自分が。うわ、おいおいおい、うまいっていうのが、なんですけど、やっぱその親のおかげというか、まあ舌がねしっかりしてたのもありますし、で居酒屋で少しこう仕込みとかやってたので、包丁がうまく使えるのと、あとそのコロナ期間中あったじゃないですか。で家にずっと2年ぐらいずっと家にいたりとか、バイトできずいたんですけど、でまあ家に稼げないんで、家にお金入れられないってこう親父に言ったら、分かった、じゃあ毎日俺たちの飯作れと、ほう、晩飯もう毎日作れで、買い物はお前がしてきてうまくやりくりしろみたいなこと言われて、もう365日毎日料理作ってたんですよ俺。むっちゃいいやん、むっちゃいい家族っすよね。そうで、もう家振る舞って、この煮物はだだあれこうだっつって言って、もうそこでもういわゆるもう口の中で足し算ができるんだったんですよね。おい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 わかりますか、このもう僕、あ、醤油とみりん入れてこういうことになったらもう大体この味になるな、はいはい、パターンもね、はいはい、分かる分かる、もう大体この味に求めるにはこいつを多めに入れろとか、ああなるほどね、ということが始まって、で料理うまかったんですよ。で、うん、ね、まあ、僕ルームシェアをしてるんですけど、うん、ルームシェアのやつがなんか仕事持ってきて、こう、うん、料理できるやついねえかと言って、うん、ちょっとこう料理をね番組でやってみたら、プロデューサーにいいじゃないのと言われまして、この間その料理対決みたいな、芸人料理対決みたいなのに出てきて、でオリジナル料理通ったら、その茨城の食堂でその料理が発売されます、でそれの売り上げの何パーセントか上げます、すごいじゃん。そうっていうのでこの間優勝してきたんです。それ言える範囲で何て番組なの？あ、そう、 BS 吉本なんですけど、ね、あ、 BS 吉本、地域座ゴーゴーっていう番組で優勝してきて、栄えある優勝で、すごいね。その相手は誰だったの？相手はですね、これ多分知ってると、知ってる人いるのはさ、カジヤロウとかに出てるのキングくん。おお、キングくん、あのトリオの、あれも開催しない、もう開催しちゃいましたけどね、元ポンポコだ、キングとかと戦ったりとか、すごいね。そう、あとエアコンブンブンお姉さんとか、わかります、後輩なんですけどね、あとすごい、っていうのもいろいろなんか戦ったりとかして、結構、まあでも作るのも1ヶ月ぐらいずっと作って、でも同居人に毎日ちょっとずつソースの配分変えたの、これどうこれどうこれどうとか言って、もうずっと毎日化して、うわ食いてー、もうガリマヨえってっつって。一番得意な料理は何なの？一番得意な料理はまあ鶏チリっすかね。鶏チリ、そう、エビマヨじゃなくて鶏で作る鶏チリソースが一番うまそう。これ僕一番多分まあうまいっすね、これ一番、一番美味しい。まあパスタとかも全般何でも作れるっていうのがありましたけどね。ちょっと家来てほしいな。行きますよ、ちょっと全然行きます、行きます、僕。マジ？全然飯に合うおかず作るのがやっぱ得意になりましたかね。まあ、先に合うつまみもまあ作りますけどって感じですかね。むっちゃいいや。そういや、まあ本当にもう俺にチリ作らせたらもう家出るもいないっすよ。チリは何、どうやって作るの？いや、チリはでもまあ結局ケチャップの、うん、酸味をうまく消すかどうかの話なんでね。うわ、聞いた、高橋さん。どうよ、高橋さんって料理できた？ちょっとだけ。あ、ちょっと。あ、じゃあちょっといろいろと教えてもらいたいぐらいよね。やっぱね、こう結構来ると、まあ、もう、うん、もう難しいことしないんですよね。素材の味をうまく引き出してこう喧嘩させないようにするかなんだと思います。うわー、ちょっと言いたいな。もうどんどんシンプルになっていくんだろうなって思いました。昔は調味料とかたくさん入れてたんですけどね、はいはいはい、無駄にね。わかるわかる、あの味を濃くしようとね。そう、もう酸でいい、酒みりん醤油で全部いい、全部いけるね、全部何でもいけちゃうんですよ、これがやっぱり。うん、ってなっちゃって。じゃあもうさ、例えばさ、初心者の、はい、料理初心者の高橋ちゃんとかさ、はい、ちょっとしかできない人でさ、
正直これをこういう風に作れば大概騙せますよみたいなやつはある。あーなるほど。そしたらその高橋はメモっといてよ、もしそれいいのがあったらね。そしたらやっぱ男、まあ、お酒飲む人かもしれないですけど、やっぱポテトサラダ、おポテトサラダをやっぱりこうシンプルに、手作りのポテトサラダってやっぱ男って食ったことないと思うんですけど、こうちゃんとじゃがいもふかして、あったかいのをマヨネーズ混ぜてクリーミーなの1個出してみてください。これコロッと落ちるんだよ。あらー、でこれ難しいこと知らないです本当に。ああ塩コショウとマヨネーズ、あともうベーコンと、きゅうりとか、きゅうり、あきゅうりはいいの、玉ねぎ、玉ねぎでもいいですし卵でもいいですし、卵ね、もうシンプルに、え、あとこれシンプルに僕はないんですけど、最後天かすちょっと混ぜてください。これへー、味に張り出ます。へー、ちょっと行ったことね、俺味に張り出るよ。行ったことないよ。だからポテサラに天かす混ぜるのマジでおすすめです。お、高橋さんちょっとこれはね一つの、はい、テクニックだね、はい、で最後その辛いの好きだったら最後こう味変で七味かけていただく。完璧完璧。高橋さん一個あのね、ポテサラ嫌いな男なんか一人もいないんだから。一人もいないんだこれが。本当にここはね、この統計も取れてるからね。女の子もポテサラ好きでしょ。そう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 、みんな好きだもんね。みんな頼むじゃないですか、とりあえず。ああやっぱ手作りのポテサラってめちゃくちゃいいから。わかるわかる。やっぱポテトサラダって言ってる時点でなんかちょっと罪悪感も減るしね、食べることに関して。ああそうそう、サラダって言ってるからね。マヨネーズたらふく使ってるんだけど、でじゃがいもっていうね、思いっきりもう炭水化物をガンガン食ってるのにもう気にしなくていいんだから。そうです、マジで。あ、これはいい話聞けたね。天かすだ、天かすポイントなんで使ってみてください。ふかしたじゃがいもにしっかりとマヨネーズかけてしっかり混ぜて、それで最後こう天かすを最後入れて軽く3混ぜぐらいするとこうカリッと感残りながらふやけてるのもありながらみたいな、こう天かすって結構味がついてるんでね、酒でもいいですしね、そのままカプカプ食べてもいいですしね。これは本当に、おいしい。おめえもうずっと休んでろよ。まったくよ。これはちょっとおすすめなんです。いや、いいお話聞きました。ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっと一回曲いきましょうか。はい、オーブでクエスチョン。どうも、南海の黒ひょう、春家です。昼過ぎ V モンキー。みんな、水曜楽しんでる？さあ、ということで最高の枕言葉、引き続き楽しんでいきましょう、はい、いろいろとね話聞いてますけども、はい、ちょっと次はさ、はい、片倉くんがサウナも好きということでね、そうなんですよ。先週聞いてくれた人は覚えてるかどうか分かりませんが、はい、サウナが大好きということで。そうなんですよね。しかもなんか特殊なねちょっと特殊なサウナの楽しみ方をしてると。そうなんですよね、うん、高橋ちゃんももうニコニコしちゃって、そのサウナの楽しみ方に。そう、まあこうやっぱサウナ好きですか、田辺さんも。大好きよ、僕もいろいろと回ったりしますから。そう、僕もいろいろ結構回ったんですけど、うん、やっぱサウナって、うん、やっぱ文化なんですよねサウナって文化って思ってるんですけど、やっぱこう体のね、整い、やっぱ整ったって言葉あるじゃないですか。ありますあります。こういわゆるこうエッツに入った状態っていうか、こうぐるぐるぐるってしてこう全てね、こう力を抜き切って、力を抜き切って、こうなんか夢見心地みたいな、はいはいはい、あの感覚、うん、あれをしに行ってると思うんですけど、はい、みんなはね、やっぱこうサウナってもう文化との融合なんですよね。うわ聞いた。うん、ごめんなさい、ちょっと真面目な話しますけど、やっぱいいよ。コロナになってサウナ室って喋れなくなっちゃったんですよ、うん、はい、で僕はそのコロナの前からサウナが好きだったんですけど、うん、やっぱその地元の銭湯とか行くと、うん、やっぱもうね、おじいちゃんが話すんですよ。あの隣のうちのやれやドラ息子がまた帰ってきたぞと、はい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 、2度目の離婚でと。そういいね、トラさんみたいなね。 そしたら向かいの田中さんがまた新しい車買ったぞと。なんか怪しいもの始めてんじゃねえかと。ああこういうの聞くのが楽しいんすよね。ああいいね。もういわゆる何もないじゃないですか、会話中身みたいな、はいはいはい、で知らんしね、その人は知らんよと思って。ああでもこういうの聞くために言ってんすよねジジイのザレ言が一番リラクゼーションなの。何言ってるか分かんない。マジでいいん。え、じゃあその若者が集うような、はい、でっかいスーパー銭湯とか、うん、もうサウナ専門のようなとこじゃなくて、あもう本当に街の銭湯が好きなんだ。街の銭湯が好きっす。ホームサウナみたいなのはもうそういうところが多いかもしれない。
ないですね。その言える範囲でホームサウナはどこら辺にあるの？僕今だから読売ランド前にある。すごい言うじゃんちゃんと。そう、あ、読売ランド前に住んでるんですけどね。僕ちゃんといいんですけど、あのヘルス吉野っていうちょっとなんかいかがわしいですけど、ヘルス吉野っていうサウナがあるんですよね。サウナ、はい、銭湯があるんですけど、はい、そこはもう本当最高ですよ。おすすめ。何やってもいいんだから、喋ったろうが。でも俺なんか去年の日本シリーズ、オリックスとヤクルト、うん、もうサウナでジジイとピッチョピチョになりながら、いけーってずっと言ってました本当に。そうなんや。超楽しかったその味で。もうほんと WBC とかもほんと「まさたか！」とか言ってもうみんなでやりながら。でもさ、スポーツってさ、そのサウナ入ってるじゃん、やっぱもうほんと限界だってなった時にさ、例えば野球のもうツーストライク、ツーボールツーアウトみたいな、そうですね、あもう一個ボールあってうわーこれどうなるんやろって時に、あれなんか知らんけどスポーツがやってることによって、バラエティ番組じゃダメなのよ。あ、僕はバラエティ番組だと出ちゃうの。でもスポーツのそのあと1球でどうなるかどうかって分かんない時って2分3分平気で伸びるよね。そうなんですよ。なんでなんでしょうねあれ。マジこれ絶対超あるあるっすよ。あれあるあるだよね。サウナーからしたら絶対あるあるっす、マジで。なんでなんだろうねあれ。で CM なんか挟んだ日にはブチ切れちゃうから、マジで本当に、ふざけんなよもうって言って、もうえってーっつって、もう死ぬぞ。いや本当死んでるぞ俺、死ぬぞおいって言って、で結構やっぱ自分がこうなってると隣の人もこうカッ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 震えてるんですよね、小刻みにカッカッカッカ行くからさ、カッカ行くんですよね。あ、そう。じゃあホームサウナはそこら辺なんだ。はい。え、ありますかホームサウナみたいなのありますか？俺はね、ホームサウナはまあいやむずいな。でもよ、本当に一番行ったのは仙川の湯煙の里かな。あ、仙川の湯煙の里ですか。 あそこの大通り沿いのあれですよね、駐車場が広くて。あ、そう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 、あそこいいんですか。あそこいいんですよ。僕あそこチャリで行った、よく通るんですけどね。で嘘でしょ。ほんとほんと、そうそう、読売ランド前からなんで仙川通んだよ。じゃあ読売ランド前からあの阿佐ヶ谷の劇場までチャリで行ってるんですけど。なんで1時間かけてなんで行ってるんですけど、そこ通るんですよ仙川いつも。なんでチャリで行くのそんなに。いやチャリが好きなんですよ。チャリ好きなんや。はい。いやまあそう、チャリに乗って10キロ痩せたんですけどね。あ、もともともうちょっと大きかったの。あ、もう86キロぐらいだったんですけど今76キロぐらいで。あ、すごいねチャリで。チャリで、チャリめっちゃ痩せんで、みんなおすすめなんですけどね。チャリいいですよやっぱ。え、ママチャリとかじゃないでしょちゃんと。あ、街乗りのロードバイク。あ、ロードバイク、ロード、クロス、あ、クロスバイク、あ、クロスバイクか。こう、あ、こういうやつじゃない。はい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 。全然いいっすよチャリおすすめ。どこの乗ってんの。あ、なんか楽天で買った真っ赤いやつ僕はアキラで、アキラのアキラって言うんですけど、あの真っ赤なんでアキラ、アキラ赤いバイクだと思って乗ってますね。アキラ。あのアニメのね。アニメのアキラ。ああ、アキラね。アキラ主人公乗ってるバイクなんじゃないですか。あるよ、かっこいいからね。だから僕はアキラって呼んでるんですけど、自分のこと。あれもアキラのつもりだし知ってますけどね。いや特殊なやつやな。いやでもやっぱその知らない街をチャリで歩くと、あ、こんなとこに、あ、分かる分かる、こんな店あったんだとかっていうの気づきもいいですね。すごくいいよ。なんかこれここでも多分言ったと思うけど、知らない街を散歩したり走ったりするのって人間のその無意識にすっごいストレス軽減になるんだって。あ、そうなんですか。新しい情報をたくさん入れて知らないところをこう歩きながら、あ、こんなんだっていうのってすっごいストレス軽減になるから。じゃあ俺はいつの間にかそれやっていたって、うん、いや、そう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 。だから万が一皆さんね、地方から東京に引っ越してきたりして、はい、一人で寂しくなったりしたらね、そこら辺散歩した方がいいのよ。あ、逆にだからいつの間にかストレス軽減になって、そう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 、落ち着くんでしょうね、きっとね。多分それのあるんでしょう、ね。あ、でもいいね、読売ランド前なんか本当に遠いだろう。読売ランド前はそうっすね、生田の方だもんね。生田ですね、まあ、新しく二郎ができたんでそこだけ熱いのは。うわ、いいこと結局飯に救われるんだから。そうそう、ラーメン二郎ができてやっぱうちはパッと開かなくなりましたね、うちの周りはっていう。いいね。まあでもまあ地域密着の居酒屋とかがあるんで、まあ楽しいっちゃ楽しいですからね。まあね、みんな知り合いですけどね本当に。でさあ、そのこの今日休んでる、春家、はい、あいつがよ家が遠いんだ。あ、遠いですね新さんは。そうだからさ、なんかさ、そのサウナ出た後に長時間の移動させるの申し訳ないのよ俺は。いや、わかります、すごいわかるでしょ。はい、もうなんかこう、あれこう新鮮な状態で、で家着いて、そうっす、もうふーってなって、もう家着いた1時間以内ぐらいには僕はもう寝たいのよ、気持ちよく。わかります、それは。わかるでしょ、一番いい状態だからね。ほんとでも、もう家帰るまでに1時間ちょいかかりますわ、もう申し訳ないからさ。キンキンに冷えちゃいますもんね。そう、冷えてる、冷えちゃうからなんか誘いづらいってのがあるんだよね。あ、確かに。俺の同期もサウナ入チャリ40分かけてサウナ入り行って、チンチンに温まって帰りチャリで40分かけて帰ってキンキンに冷えてもう一回お風呂入る
無駄だな。お前バカじゃんっつって。むっちゃバカじゃん。お前意味ないことしてるよって。やっぱでも世の中多いと思うんだよなこういう人。いや多いと思うんですよマジで。ね。遠くまで遠征するんですけどみたいな。ね、結局また勇気って一回フラっちゃうみたいな。あそこ草加の健康センター。行きました行きました行きました。むっちゃいいのよ草加健康センターって。むっちゃいい、むっちゃいいよね、むっちゃいい、むっちゃいいけど、むっちゃ結局時間かけて車で帰ってくるから結局意味なくなってんのようわむっちゃ無駄やなと思うのよ。最悪ってなるんですよ。 あの時の感動が家帰ったらもうないんだ、ね、ないんだよマジで。こうなっちゃうんですよ。だなんでなんでしょうってなるんですよね。からんで、しかももうあのサウナ入った後だからもう車でもうやべだやべだ、書くんで車乗りながら眠ったわってなってやばいっすね、マジでああなっちゃうから。だからちょっとじゃあ3人とか2人で行くってなったらちょうどいいとこ探していこうか。まあ中間地点がいいかもしれないですね。どこだろうね、うん、どこだろう。千葉読めらんで、まあ新宿だ。新宿だって俺だけが近すぎるよ。じゃあもうちょっと総武線の錦糸町とか小岩とかの辺まで行くんですか。いやそうしたらあなた遠すぎる。ああそっか、あなた遠いか。いややっぱ春井が引っ越してくるべきじゃない。本当そう。新さんももうちょっとなんか木てらって変なとこ住んでるけど、ね、あいつマジでやってるマジでやってるもん。たくよ本当に童貞なんだから全くよ。むちゃくちゃ言ってるけどむちゃくちゃ言ってるけど急にごめんよしん、はい、愛してるぜ。 ありがとうございます。ということで一旦 CM 行きます。はい。頑張れ公務員、あと2時間昼過ぎ V モンキー。水曜日どうみんな忙しくしてんのさあということで、タルミ映画好きだったよ、はい、番外編。さあ今日はですね、はい、片倉くんが遊びに来てくれてるので、はい、片倉映画好きだったよっていう風にしようかなと思って、ちょっと片倉くんのフェイバリットムービーというか、いいですか、ベストナンバーワンのやつなんか紹介してもらってみんなにお勧めしてもらおうかなと思って。僕はもう老若男女問わず好きな女好きな男もう全員にお勧めしてる映画ありまして、はい、あもうじゃあ仲良くなって聞かれたら、はい、あもうとりあえずこれ見てと、あこれ見たらもう俺が分かるからとというのは。あじゃあいいですかね。あであと絶対知ってますけどセッションですね。あ、そう。はい。セッションってチェッチョン。チェッチョン。チェッチョンだ。ドラムの、はい、映画なんですけど。はい、あれ確かグレイテストショーマンとかララランドとか。ララランドとララランド、そうそう。ララランドさんの同じ監督のやつなんですけど、もうちょっと本当に帯とかそのツタヤとか行くのね、DVD の触れ込みとかにこう、うん、作家の最後の10分。そうね。最後のシーンすごいね。最後のシーンがすごい、うん、みたいなことを書いてやって、まあ俺もね、見る前に、まあ当時サブスクとかなかったんで、うん、まあ伝えて DVD を借りてと、はい、ニコニコしながら、うん、見てみるかと。まあ、最後の10分なんと。うん、最後の10分。もう、ね、全部の液体出ました。もう、汗、よだれ、涙。ああ、もう。全部出て。全部入ったんだ。すげえと思って、マジでっていうぐらいの発狂。でも息、飲めなかった、すごすぎて。っていうぐらい僕は感動してセッションね、マジでよかったです。そのまああらすじはあれなんですけどね、この音大生として若者が一人入ってって、はいはいはい、で、まあ、鬼教授がね、うん、鬼教授にこうビシバシビシバシこうすごいんだよね、今でいう何ですかね、そのちょっともうスパルタのね、スパルタのスパルタみたいな昔の体育会系みたいな感じで、もう一回もう一回、うん、ってもうで「NOW!」って言ってね「STOP!」でもう何回もやされて、もう指とかもうくちゃくちゃになっちゃって、でももう怖いから練習してうわーってやってみたいなっていう、でそこでもうその戦いがあってみたいな、あれすごいんだよな。いやでも本当ね、僕はもう大どんでん返しものが好きなんですよ、やっぱ。あそうなんや。もう半沢直樹も大好きですね。はい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 。もう本当もう振れば振るほど、もう主人公が貶められれば貶められるほど、もうまくった時にもうやだっていうタイプなんですよね、僕大好き。あれこれボートレースこいつ向いてるぞまくった時にやった。僕はその人の逆行くんで、多分さっきタルミさんがその3番をね、うん、3番で2番がなんて言ってましたっけ、1、3、5ボックスで 2が来ない2が来ないっつって、じゃあ僕2行きますよっていうタイプ。おーい
大バカなんで俺は。じゃあじゃあ勝ってたかもしれないね、さっき勝ったので。そう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 、そういうことを言うタイプなんでね。あ、まあ、いいですね。セッション、あ、僕あともう一個あって。おお、セッションともう一個。あのアバウトタイムですかね。ああ、うわ、あなた急にアバウト、急に何、自分だってロマンチックじゃないの。いや、さ、なんだよ。アバウトタイム生涯で一番見たかもしれないです。ランボー2の次に見ましたね。ちょ、全然じゃねえかよ。世界観ぐっちゃぐちゃじゃねえかよ。ランボー2の怒りの脱出を多分20回ぐらい見てるんですけど、僕誰が上半身ジョーラ男が、おい、ジョーラ男のお前銃ぶっ放し映画とお前一緒にすんなよ。見てですけど、その次にアバウトタイム見てますね。アバウトタイムね、あ、まあ言えるようにベタなね、タイムリープものなんですけど、はい、そうですね、こう可愛いんだよ、そう、ラブストーリーなんですけど、うん、やっぱり見てほしいのは、うん、やっぱ親との絆ね。あ、いいね。このやっぱいろんな側面絡まり合って、このやっぱり家族を作るっていうことは、はい、もともと自分が築かれた、築き上げてきた家族も全部ひっくるめて家族にするんだなみたいなのをすごい感じられる映画ですよね。なんかさ、高橋ちゃん、なんかね、そのサウナをさ、そのフードとしてね、捉えてさ、はい、その街の雰囲気を味わいたいんだとかさ、なんか家族のつながりがどうとかさ、彼すごいロマンチックやな。素敵よね。あ、なんかそういや、こう面と向かって言うと恥ずかしい、すごいでしょ。まあ、でも恥ずかしいけど、まあそういうところ見てほしいかもしれない、ね。なんか素敵なことを言ってるよね、彼はね。まあでもこういうとこ見どころはやっぱそこだと思うんですよね。あ、そうね。そう、最後のバッタイムね、いいね。やっぱ卓球するシーンがやっぱすごい。はあ。めちゃくちゃ泣いてますね、俺。毎回泣いてて、俺。歴代の全好きな女、あ、彼女と見てるんですけど、もう聞いたよ。歴代の全好きな女。もうすごいじゃん。でも全員と見てるんですけど、全員と泣いてる。うわ、もうこれあんま言うとね、いろんな、あ、じゃあ私とは見てないじゃないですか。そうそう、なっちゃうかもしれないからね。いや、もう本当マジでアバウトタイム見てるから本当に大好き。アバウトタイムはじゃあもう絶対見ると。じゃあ皆さん、ちょっとセッションとアバウトタイム絶対見る。まあでも僕も見たことあるけど、めっちゃ面白いから、ぜひ皆さん。ああ、ありがとうございます。もちろんでございます。最高でございます。本当に。ああ、いいですね。いい話聞きました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ってことで曲いきましょう。オーブで Here and Now。みんなで聞いちゃえばいいじゃない。昼過ぎ V モンキー。水曜日だね。木曜日と金曜日でお疲れさんだ。頑張ろうぜ。さあ、ということで。いいですね、毎回。今、休んでるですね、春家くんにちょっと一旦、あの中継をつないでみようかなと思います、ね。ああ、どうですね。はい。なんか、体は元気みたいなんで、今。らしいですね。ちょっとなんか。なんかちょっとだいぶ楽になったみたいなんで、うん、ちょっと電話でもいいから出させてくださいよってことなんでね。ちょっと今一回電話してみようと思います。出るでしょうか。ちんさん、こういう時なんかうんちしてたりとかすんだよな。ね、なんかこういう人って。ちんさん、マジで悪いから。あいつ本当にで。でさ、シンってさ、うん、本当にあいつはもう面白くもないしさ、本当に顔かっこいいだけ、本当に。いや、顔もよく見てみ、そんなかっこいいかどうかも分かんないんだよ。頬もこけてるし、ね、あ、なんかもう汚いしさ、もう本当に多分あいつんちの実家欠陥住宅じゃない。千尋、あれ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 、シン、どうしたの、あれどうしたの、りょうた、何ですか、はいはい、俺何よりりょうたの頬こけてるが響いてる。俺がね、ずっと言い続けてるね、頬こけすぎ問題。シン、もう E ブロックまで来ちゃいましたよ。 E ブロックまで。いや、早いっすね。てかちょっと寝てましたわ。あら、ごめんごめん。いえいえ、大丈夫か。え、そんな、それ弾んでないですか、二人で。え、正直むっちゃ弾んでるよ。はい、弾む男をそのちょっと送り込んだつもりだったんですけど、なんかちょっとダメでした。片倉ごめんなさい、たるみさん。いやいや、もうマジすごいっすよね、お前。多分この収録分、はい、聞いたら分かると思うんだけど、はい、もうお前じゃなくていいかも。俺ね、うん、俺先週の放送聞いてそれ思った。え、俺じゃなくていいかも。で、もう一個強いて言うならよ、はい、もう俺もいらんかもしれん。何なんこれ、強いて言うなら、うん、片倉君一人でいけるかもしれん。何なんこれ、じゃあ、スマイルコーポレーションの、うん、
スマイルコーポレーションの、スマイルコーポレーションのスマイルコンツェルンでいけるかもしれない。スマイルコンツェルンって、うん、すごい。スマイルコンツェルン、いやなんかね、いろいろと話して、うん、片倉くんの料理の話だったりさ、はいはいはい、サウナの話だったり、その青春時代のね、はい、カルチャーだったりを話してね、カルチャー、あの音楽だったりとか、はい、はいはい、流行ったゲームとかをさ、はい、もう語ってね、はいはい、でやっぱり結局俺らはさ、シンが好きだからさ、そうなんですよ、ちょっとシンの声も聞きたいなってことで電話したんだけど、はい、いや、はいはい、なるほどね、別にいらんなっていう、別にカットできんのよこれ。どういう一応、ね、どういう話になって今、俺らはシンのことが好きだから電話したらいらんなって、うん、結局なんかいらんかもなっていうのはある。ふざけんじゃねえぞ、うん、でも試しにねっていうとこですね。そう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 、確かにね。いやということで、ちょっと今度また改めてね、ちょっと遠いけど片倉くんに来ていただいて、いや本当に本当に、やっぱ身体片倉どっちが大食いなんだ選手権っていうのちょっとやってもらいたいわけよ。あー、決めようじゃないか。てかなんでそこにたるみさんは入ってないですか。あ、そうなんです、俺もねさっきから思ったんですよそれ。逃げてません。そうなんですよ、なんか、あー、勝った方とやるから。いや、そう、なんかそのあのトーナメント方式地獄なんで大食いで、うん、勝った方とやるから。だから俺はシードなんかあった日にはたまんないですよ、大食いでさ。俺は自然と2位は確定された。あぶねー。いや、まあ、そのごめんなさい、片倉ビビってるみたいですけど、俺は全然大丈夫ですよそれで。え、トーナメントでいいんすか。もう全然俺は構わない、俺は誰が来ても本当にトーナメントが地の底から始まっても誰にでも勝てますよ。あ、だから2人がまず、おにぎり20個対決やってもらって。うん、で、それを最初の1時間でやって、次の収録分で俺とおにぎり20個対決またやるから。あ、まあ、その勝った方がその分でね、うん、俺がわざわざたるみさんに送った LINE、うんうん、あなた読まなかったですけど、うん、俺おにぎり2丁食えますからね。やべえ。あ、おにぎり2丁食えるんだ。確かに俺おにぎり2丁食えます。あなたおにぎりそんなに、たるみさんおにぎり2丁食えますか。俺2丁1個食える。なんだこの先輩、うん、なんだこの人。俺はちょうどおにぎり2丁1個、それ以上は絶対無理。あんま1個でちょうどって言わないでしょ。それはもう絶対に無理、それ以上は。絶対に無理ですか。逆にそれ以上は1個も入んない。1つ目も、うん、2丁1個は入る。きっかりきっかりきっかり、うん、きっかりね、うん、それだけちょっとやろうと思ってるので、る、はい、まあじゃあやりましょう絶対、うん、だからそれまでに、はい、体調を万全にしてね。そうですね、いや任せてください。だから胃袋戻しといてもらわないとね。ねえ、やっぱそうそう、そういうのはね、まあ、まあ病み上がりで胃袋戻ってないような人間とはもう戦わないですけど、ね、正直俺風邪ひいた時でさえ食欲はもう食欲だけは衰えないですから。うわ、結構強敵っすね。結構 ね、 なんかね。じゃあもう片倉くんが得意なジャンルで戦っていいね。うん、あれ何ですか。何、片倉が得意なじゃん。だったたたたたたと、例えば何ですか。うんと、たが多いな。たたたたたたたって走ってきたんかなと思った。例えば、例えば何？トマト丸々1個何個食えるかでいこう。そう。それでいいね。それはそれでいい。うん、じゃあそうしよう。いや、じゃあトマトは食い物じゃないじゃん。はい。トマトは食い物じゃないじゃん。あれは投げ物じゃん。お前何なん？スペイン人なの？投げ物。何人？何人？トマトは投げ物。なあ、お前。食い物じゃない。お前トマト農家さんが聞いてたらどうすんだこれ。イタリアのトマト農家喜んでますけどね。いや、ボナペティとか言ってないよ。グラッツァーとか言ってないよ。なんでイタリア、ボナペティの米じゃないですよ。おい、頼むぞ。なんかだからそのまあ最悪このラジオじゃなくても、はい、なんかしゃぶしゃぶ食べ放題とかで戦ってもいいし、動画とかで残してもいいし。確かに。いや全然それいいんですけど、その本当にこういう番組以外でやっちゃうと、そのただ仲良しになっちゃうから、その。うん、どっちかっていうと、俺はそれを望んだかもしれない。ただ、仲良し、この先輩コース。そう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 。仲良ししゃべるようになっちゃう。ごめん、もういい？曲言って。いや、なんだ？ごめん、もういい？もういいかな？言ってくださいよ、曲早く。あ、じゃあ曲いきますね。オーブで。What you waiting for? y
休んでごめんね。はい、お疲れ様です。春家の実家まで電波を届け、昼過ぎ V モンキー。あー、水曜日、水曜日、ウェンズデイ、水曜日、楽しんでるかな、水曜日。さあ、ということでエンディングでございます。ここが一番楽しそうっすね。一番エツに入ってますって、一番恍惚とした表情してる。だってこれ僕シンガーいる時もやってないもんね、こんなことね。やってないかい。やってないです。いつものくだり。やっぱ片倉くんがいるからね、はい、ありがとうございます、僕のために。はい、さあエンディングでございますけども、はい、あっという間だったな。あっという間でした。ありがとうございました、本当に。こちらこそでございますよ、はい、逆に来ていただいて。いやいや、すいません、はい、遠いところ、はい、どうでした2週やってみて。いや本当に何でしょう、まあ、もちろん若手なんでこういうラジオブースとかでラジオやったことないんですけど、おうおうおう、やっぱいいっすね、なんかね、なんかこう分かる分かる。いやなんか超うぬぼれるとやっぱこう喋りうぬぼれるとってなった。喋り一本で仕事してるぜみたいなのがこうなんかすごい、あんま言っちゃうとダサいですけどね、こうやっぱそのこういう仕事俺今してんだなみたいな、うわーなんかそれっていうのを感じてしまいます。いいです、それはとってもいいと思います、っていうのをすごい感じれたっていう。いや一応ね電波に残るんだからね、乗るからね。そう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 、ね、もう誰か聞いてくれてるか分かんないですけど、まあ届いたらいいな。結構学生時代には聞いてたりしたの？そうですね、学生時代っていうか、まあ、最近、まあ、5年前ぐらいからよくね、あの DC ガレージが好きでね、アルコアあれを始まりで、うん、オールナイトニッポンとかちょこちょこ聞いて、はい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 、ラジオ大好きなんで僕、うん、結構ね、やっぱ芸人ってね、なんかラジオいっぱい聞き始めるんだよね。なってから聞き始める人も多いよね。いやマジでそう、聞いてるやつめっちゃ多いですもん、マジで。多いよね、マジで多い多い、マジで本当ラジオ子がいっぱい、ハガキ職人とかも結構いますしね。すごいよね、隠れハガキ職人みたいのもいますし。俺は本当にそういうのできないからな。大喜利とか本当に苦手。得意？いやもう超苦手です。あれはさ、その芸人としてのさ、あの1個質問としてさ、はい、どういうのが強いの？その、あのいわゆるさ色物屋みたいなやつだったらさ、はい、どういうのが強いの？片倉くんは。僕は大声ですかね。来たぜ。じゃん、大声と元気、あとまあ寝やかなんですよ僕やっぱ。いや本当に明るいもんね、喋ってて。本当にでもこう田辺さん今日あったから気使って明るいとかではなくて、本当に朝起きて1分後からステーキ食べれますし。うわ明るいな。そうそうそう、夜寝る前に本当にビッチョビチョになったりとかして、何やってもぐっすり。何がビッチョビチョになった？ちょっと待って、何やってビッチョビチョになったの？いやもう今何があってもよ、朝起きて動き続けてるからね。動き続けて寝るんで。あ素敵。そう、友達も本当リアルに友達100人いますしね。うわめっちゃいいやん。リアルにちゃんと友達100人いるタイプなんで。人気者だね。そうそうそう、ちゃんと30歳になって100人いるんで。やっぱ30歳になって100人、30歳になって100人って多いのかな。いやー結構多いです。いやいや濃いやつですよ、だからその、あ濃い100人、ね、この指止まれって止まるのが100人、うん、ね、そうそうそう、100人ぐらいいるんで、まあ寝やかってところがでっかいかもしれないですね。ちょっとなんかね、いいいい、なんか出会いとか紹介してもらえたら、なんかね。いやでもやっぱりそのあれですよ、いい子だから。高橋ちゃんね、でしょ、高橋ちゃんすごくいい子でしょ。こんなにね、あの顔表情から出るこの包み込まれる感じ、うん、でもさっきお年聞いてね、うん、もう全然年下だったんであったんですけど、うん、こんなに包み込まれるこの居心地がいい感じ。ほら高橋ちゃん、ほら嬉しいね、うん、いいね、いいことだね。もうバレちゃったよ。もう文化的にいいことね。バレちゃったな、高橋ちゃんのいいところ。いやだからここにね、新さんを置いとくのが心配でしょ。そうでしょ、本当にマジで。あの春井慎一郎ってやつは本当に女の子はもう、うん、近くのうちダメこん。ほらでもね大丈夫、高橋ちゃんは賢いからね、あいつが良くないっていうのすぐ分かってる。匂いで分かるもんね。あの人良くないなんて分かるもんね。大丈夫だよね。お酢の匂いしすぎますもんね。うんうん、ちょっとツーンとしてるもんね。あこの人ちょっと人としてツーンとしてるなってのが分かるよね。人としてそれ気づいてるから大丈夫。人としてツーンとしてるなってなんすか。なんか告知とかありますか？あ告知はそう引き続きね、はい、茨城にあるね、水戸市の茨城の
水戸市にあるね食堂ヘイというところで僕がプロデュースした料理の茨城フィッシュ&チップス、はい、with ガリタルソースがね、はい、発売中でございますのでご近くの方ぜひよろしかったら行ってください。よろしくお願いいたします、はい、ということでちょっとまた遊びに来てください。いいんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、はい、ありがとうございます。さあということで今週はこれでお別れでございます。ホープマンズのたるみありがてえと、そして、はい、ファイティングボンバー片倉スマイルコーポレーションでした。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの曲でお別れです。オーブでなんなんない。昼ご飯食べた人もこれから昼ご飯の人も昼過ぎ V モンキー。